2024年冬アニメ3月1日時点でのランキングトップ5。はい、この企画はですね、2024年冬アニメ実際に見て面白かったアニメ作品トップ5を中澤さんと P さんでそれぞれランキングし発表していきます。はい、毎週変動するランキングでありますが、今週はどうなったのかということですね。はい、今週のランキングはいかがでしょうか。じゃあ今から僕が優先に言って、はい、何人か質問しててください。もう分かってるよ。え、マジで。うん、絶対これ言うだろうなっていうの分かってる。何？勇気爆発さでしょ。間違いない。それはね、ちょっとよぎったけど、はいはい、それじゃないんですよ。あ、違うんだ。このクラスで一番実力が不足しているのはあなただ。そっちね。そっちね。そっちですよ。俺も一回。しびれまして。俺も一回。お幸せ、アルス。あ、確かにね。あの、レグネジの周りにいる、あの、ワイバーたち。はい、ということで今週も行きましょう。はい。はい、はい、それでは今週のトップ5、第5位。せーの。あ、よしです。何？治癒魔法です。あ、治癒魔法治癒魔法が上がってきたのランキングに。はい、ですね、僕ちょっと今週ね、ごめんなさい、正直そんなに面白いのなくて、はいはいはい、はい、まあ治癒魔法かなみたいな感じだったんですけど、まあ、その今週はついに田中敦子さん、ローズさんがですね、ちょっとなんか死亡フラグがはい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 、はい、死亡フラグが立ってまして、なんか、はい、多分次の週で死んじゃうのかなみたいな感じだったんで、ちょっとここに第5位に入れてみました。うん、結構ね、今期バトルもののなんかバトルシーンってあんまり見てないイメージがあって、はいはいはい、なんか久々にちゃんとしたバトルシーンを見たなっていうのがこの治癒魔法だったかなみたいな感じなんですよね。ということで、はい、もうこれ以上は特にあまあ僕、当日はね、もうちょっとあれですね、見るのが楽しみになってきてて、今週面白かったです、マジで。そうそう、まあ毎回見ててずっと見てられる感じで楽しいなっていうのと、まあやっぱ今堀北さんが活躍してるんで嬉しいんですよ。うん、まあ全然僕推しじゃなかったんですけど、はい、やっぱりこうヒロインから消えかけてたから、あ、ちょっとでも活躍すると嬉しいっていうのと、今週はね、串田も突起伏せて、すごい顔してましたね。なんかさ、あれ、あそこまでやる必要あるぐらいの顔してたよ。やめちくんげーって言ってたのに、クッ堀木さんみたいな顔してました。平田も良かったんですね。あ、そうね、平田も、うん、堀木さんあんなクラス痛くないわ、俺、絶対ということで、4つでした、はい、でしたね。はい、はい、それでは今週のトップ5、第4位です。せーの、エリーゼね。シャンプーですか。はい、シャングルか。シャングルはね、もう今回ウサギだけにとにかくエムールが可愛い。可愛いっすね。で、一応もうウェザーエモンクリア後でちょっとトーンダウンするかなと思いきや、うん、あ、そうですね、僕ね、ウェザーエモン戦よりも面白い。そうなんかね、うん、いや面白いなっていうのと、まああと原作でこんなに手厚くやってたっけなみたいなところもあって、まあ、テンポはね、相変わらずそのテンポ良くはないんですけど、そうだ、ね、これ以上進んじゃうとね、あんま見せ場がないから、ここをずっとダラダラやってそうなん、ね、いくのかなみたいな。だからさ、シャムロってさ、そのウェザーエモンから結構風呂敷を広げるんですよ。はいはいはい、バハムートとかなんかいろんなことをこう広げちゃうから、多分ね、結構長いんですよ、うんうん、話が。山が多分ないというか、そ、はいはいはい、それ以降っていうのがあって、まあ、だから今週はあれでしたよね、うん、そのゲーム作ってる側の話とかもあったりだとか、ね、うん、っていうところで確かにまあ面白かったなと思います。はい、はい、エリーゼですね、下界。はい、これがね、なかなか落ちてないんですよね。いやいや、落ちてない、落ちてないじゃないすごい、それ女性とか言ったらやばいから、ね、そんな生きてるだけでエロくないもん。そんとセクハラになるから、気をつけてよ。落ちてない。まあ、相変わらずね、石川由紀さんの声が可愛いっていうのはあるんですけど、うん、まあ、今回、この8話だったかな、確か、赤日っていうタイトルだったんですけど、はい、劣化版バイオレット・エヴァーガーデンの第10話でした。すごいひどい言い方してる。やばいやばいやばい。あ、いや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 、正直に言ってるだけです。劣化版はひどいでしょ。正直に言ってます。それなんでかっていうと、10話を思い出してほしいんですよ。あの、バイオレット・エヴァーガーデンの。手紙？手紙の話。あ、そうそう。だから家族の話っていうか、うんうん、の過去をこう。してちょっと感動を誘う的に未来にお母さんの手紙を書くみたいなね。そう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 、はい、まあそんな綺麗なあれはないんですけど、うん、一緒に過ごしてたね使用人の人が、うん、病気になっちゃって助けてみたいな、うん、その後その使用人の人がその立派になったお坊ちゃんのことをこう回想するシーンがあったんですけど、うん、僕泣いたんですよ。はいはい、もうそれぐらい良かったんですよ。うん、いい話でした。ただなんかどっかで見たことあるなと思って、はい、ってなったらバイオレット・エヴァーガーデンの10話だったんですよ。似てるなみたいな。うん、でもあの時バイオレット・エヴァーガーデンの10話の方が泣いたなって思いました。バイオレット・エヴァーガーデン、まだの比較対象で出さなくてもね。いやいやいや、あ、だって石川優さんだから、バイオレット、あ、そっか、そういうことね。っていうことで、はいはい、比べました。いや、今思いました気づいてないの
ああ、そうだって今思った石川祐希選手。はい、次行きましょう。はい、それでは今週のトップ5第3位でございます。はい、せーの、何したっけ。ブレイバン。おー、ブレイバンです。はい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 、ですね、あのブレイバンは、僕多分神回だったのかな、これだったのかなと思いまして、ちょっとね、最初流し見程度で見てたんですけど、あの後半からなんか急にちょっと展開がやばくておい死ぬやん、スミスってなって、はいはいはい、もうだんだん引き込まれて、もうずっと僕ここで立ち見してましたからやばいやばいやばい、スミス死ぬわと思ったら最後ね、イサミ勇気爆発だバーンってバン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 でしたもん。いや、なんですけど、そのなんかいろいろ出てきたじゃん、なんか時、ま、なんか巻き戻してるとか、はいはいはい、えってなって、うんうんうん、これスミス・ブレイバーン説ちょっと俺の中で出てきてて、えそういうこと、えじゃないのかなと思って、そういうことなの。いや俺はね、いや分かったよ、でもなんか、ああ知ってるじゃないですか、スミスのことも知ってるし、なんかルルのこともブレイバーン知ってたし、あなんかいろいろ確かにその可能性は出てきたから、そしたらめっちゃいいじゃん。いや、あくまで説ですよ、説ですけど。確かにね、うん、さん、ダンジョン飯ね、ダンジョン飯ね、うん、なんかやっぱりそのダンジョン飯らしさっていうのが、うん、もうあのちょっと階層も深くなってきて、うん、ここからねずっとあの感じになるんですよ、はいはい、だからやっぱ最初は導入とか読者というか、まあ見てる人たちに説明するとかいろいろありましたけど、はいはい、もうここら辺からこうどん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 加速して面白くなっていくところに入ってきたんで。ああ、なるほどね。そうなんですよ、確かに。やっぱもう楽しいなと。あとなんかさ、ダンジョン飯の色彩、ああ色合い、はい、なんかいいよね、いい、その雰囲気がものすごいあって、うん、絵を見てるだけで、うん、やっぱダンジョン飯だなって感じしていいんですよ。そう、ごめんなさい、ちょっと僕もね言葉が出てこないんですけど、うん、分かる、その色彩、ああそうそう、色彩なんかね、うん、そうビジュアル的にいいよね、いろんな色使ってるのは分かるんですけど、うん、なんか多分それ以外にも何かの要素があって、うん、言語化できません、はい、でもなんかザ・ダンジョン飯って感じなんだよね。そう、分かる分かる分かる、ちょっとすいません言語化が難しい、はい、はいはい、それでは今週のトップ5第2位です、はい、せーの、一緒一緒だね、はい、高いっすね、もう高いね、絶対冬アニメさ、うん、1位一緒だじゃん、もうそうだね。いやだからさなんか、まあ、俺ずっと言ってたけどさ、まあ、ワイバーンかっこいいって話してるじゃないですか、うん、まあ、今週さワイバーン回だったじゃん、うんうん、だからこの戦いもさ、やっぱ熱かったわけ、何あのレグネジとアルスの戦い見たかったわけじゃないですか、ファンとして、うんうんうん、うわーと思って、もうめっちゃおもろいなみたいな。でアルスがさ、こう劣勢になってて、最後ね、こう盛り返すっていうやり方、うん、そしてまだ決着ついてないんで、うん、来週ね、多分どっちかが知るんでしょうけど、さっき長田さんがあのレグネージの声優調べたらレグネージスペース死亡って出てきたらしいちょっと怖いんですけど、やばね、今回のあれを見て死亡って人が多いっていうことが出てる。いやちょっと怖いなと思いますけど、まあその来週ね、あの決着するので、ちょっとそれがどうかっていうのが気になるなということで、はい、第2位でした。フリーレンね、はい、はい、今回もね、もう面白いし、今回24話って数字で、はい、あ、もう終わっちゃうのかみたいなのもあったし、うん、まあとにかくね、やっぱり魔法戦が前回もそうなんですけど、うん、いいんですよ、あのエフェクトの音とかもすごい重点を聞かせてくれてて、はいはい、僕ものすごい音量でかくして聞いてるんで、うん、まあ、もう迫力もものすごいあるし、ものすごい音量でかくして聞いてるあの魔法戦を楽しむためあ、そうなんだ。そうで、今回ね、エーデルがちょい役で出てきたでしょ。あ、出てきましたね、はい、気づいちゃったんですよ。何、いや、声絶対これ聞いたことあると思って、もうすぐ分かりました。誰、僕らの黒沢智恵さんです。あ、嘘で、調べたらやっぱそうでした。あ、そうなんだ、俺そうなんですよ。いや、この脇役のエーデルに黒沢智恵さん使うんだみたいな。へえ、やっぱりなんかそういうとこもいいっすね。あ、なるほど、なんかやっぱお金持ってる制作会社違いますねまあ、期待値もね、うん、違うと思うし。さあ、今週のトップ5、栄えある第1位、はい、せーの、ヨシです。あ、ヨシですね、はい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 。もう僕は、あれでした、うん、昔で言う、金八先生を見てるような、あの、ひりつき。だってさ、この話ってさ、ドラマとかじゃ多分今、BPO の関係で無理でしょ。あ、まあ、いじめっぽいから。いじめっぽくないよ、うん、確かに、ね、誰かを選ぶっていうことが多分ダメだと思うから、うん、それを生徒たちが自分たちで判断して決めてるっていうのが、うん、しかも山内がいい感じにぶっ壊れてるのが良くて、うん、別に人殺したわけでもないのにあんな弾劾されてとは思うんですけど、でも あそこまでやっぱ悪役にならないとやっぱ突っ込まれるから。そうそうそう、山内くんはちょっとキャラをね、うん、あの改変されちゃったっていうか、かわいそうよね。だから3期になってさ、うん、あの山内の小さいものが積み重なって、うん、こうなっていきなり言われてみたいな、
や、どう考えたってさ、和を乱してたのはさ、高円寺そういや、そうです、俺は思うんですよ。まあでも確かに能力値で言えば高円寺は高いのかもしれないけど、それも知らないし。そう、高円寺はもったいぶってずっとなんかこうクラスのために何もしてないの。そうなんですよ。だからさ、いつまであのなんか態度でいられるんだこいつらみたいな。そう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 。でさ、気づけばさ、まあ、綾小路今回なんか何もしてないように見えたけど、うん、なんと A クラス以外全部救ってんのは綾小路なんですよね、うん、そう、それがさすごいよね。だから今回は坂柳に勝ったというような構図に一応なってるのかな、多分。そうね、うん、戦国用語、はい、ここも戦国用語。今週はね、やっぱ先週の続きで新助が、まあ、そのシャクガンの、ね、シャクガンのこと考えて、もう顔つきも変わっちゃって、うん、で、倒せそうなところでシャクガンよぎって、うん、臆病なところと、うん、優しいところでだから強いんですみたいな、はいはい、でこのフラグがね、新助の覚醒につながるし、新助、うん、の強さのあり方がここで決まってくるわけ、うん、今後のね、しんすけの、ずっと泣きそうでしたよ、僕。俺泣いたわ。あ、泣いた泣いた。あれ、シャクがよぎった時。そう、でも、ちょっと仕事中だったんで、うん、もうスピード早めました。やばい、これ、ちょっと。そう、もうね、ずっとね、こう胸に込み上げながら見てて、いや、いいわと思って、で、ここからどういう風になっていくのか、思ったよりも、まあ、毎回言ってますけど、断崖衆が強すぎて、あ、そうこいつらなんか最初なんか雑魚キャラみたいな感じだったのに、なんかどんどん強くなってるしみたいな。ちょ、パーティーの戦力が弱いですよね。そうね、うん、だからやっぱり新たな戦力補強がどこで誰にが加わるのかっていうのも楽しみなのかなとは思ってますね。はい、ということですね、はい、それでは皆さんのですね、トップ5もぜひぜひコメントに書いてあげてください。はい、はい、アジスター。